ついた女房に見下り半を投げてながどうす長の旅。ば、恨む舞添えおいらのことはえまたの浮世であるまではえおなご妙理を振り捨ててどこにはぐれてゆくじゃなし川を渡るも山越しするもどうせ行く手は知れさぬそれが男の掟てならえ止めてくれるな未練を思え。待ってくれよ、待ってくれよ。あ、うちだ。トモさん、あんまりだ、あんまりだ。私は離縁される覚えはない。何が不足で離縁するさ。さあさあ、言っとくれ。その訳を聞かしてくれ。うちだ、何にも言ってくれんだ。俺は忠治を破って死にに行くんだ。え、忠治を破った。そうよ。西田一家は昨日は鍵山に立てこもり、八州の役人に囲まれて騒ぎだと風の頼りに聞いたのだ。八田の登場が遅れてなるものか。どうせ山に入りゃ先の短いからだ。後腐れのねえようにとの心だし、その臨時を受けてくれ。嫌だ、あたしは嫌だ。一緒に連れてってくれ。バカ野郎、言うことがわからねえか。てめえはな、親分を召し取りに向かっている目明かしの娘だぞ。それが何だい。あたしはお前さんの女房だよ。お前さんと一緒に死んで文句言う親はあたしにありゃしないよ。女が生まれた家を出て一旦嫁に行ったなら、そこが死にわしを戦しを覚悟を決めて出て行けと言われ